ハードロック工業株式会社は、大阪府東大阪市川又に本社を置く、工業用ナットのメーカーである。1974年設立。ハードロックナット創業者で現社長の若林勝彦が、大阪工業大学卒業後に設計技師として、企業に就職後、1961年に、戻り止めナットを、さらに改良した U ナットを開発し、 それをもとに独立、同社の創業となる1974年に、ゆるみ止めナットの代表的製品として知られる、ハードロックナットを開発。これが、阪神電鉄のレール固定に採用されたのを、発端として、多数の企業で採用されるようになり、シェアを上げる。同社の、ハードロックナットは、くさびの原理を応用し、凹凸一体から成り立っており、滅多なことでは、 緩むことがないことから、その技術力を買われ、多数の企業に採用されている。また、ハードロックナットは、同社の特許商品であるとともに、商標登録もされており、現在では、国内外の鉄鋼、建設、重工業、宇宙分野でシェアを有する企業の一つである。工業が盛んで、町工場の多い東大阪市で生まれた企業として、知られ、近年では、 元気な中小企業として雑誌等で取材されることも多い。2010年のバンクーバー五輪のボブスレー日本代表チームが使用するソリに、また2012年5月22日に開業した東京スカイツリーにも同社のナットが採用されている。同社が大阪府に本社を置く企業ということもあり、主に関西地方を地盤とした宣伝が多数を占める。中でも朝日放送とは、 非常に密接な関係にあり、同社の系列衛星放送チャンネルのスカイエースポーツでは長年にわたってテレビ CM が放送されている。このほサ3テレビで朝日放送制作のプロ野球リレーナイター及びリレー中継のスポンサーにもなっている。また MBS ラジオや朝日放送ラジオで CM を放送しているか、大阪環状線の JR 福島駅近郊には、 ネオンサインが設置されてもいる。関東地方では TBS ラジオで CM が放送されている。なお、同社のテレビ CM が全国で見られるのはスカイエースポーツのみである。ありがとうございます。